さんこんにちは。ゆっくりレミリアと、ゆっくり咲夜です。今回は GRW にミッションが追加されたから、それをプレイしていくわ。そしておそらくこの動画の投稿日が、初めてこのチャンネルで投稿をした日なんですよね。そうね、1周年記念ってことも兼ねてのこの動画よ。今と前とじゃ編集の感じすごい違いますけどね。あの時は、PC 届いたやだーって編集してたから、なんというか、カオスな動画になってるのよね。という歌舞伎全部ニューになってません。なんでだろ、まあいいや。じゃあ早速オラクル作戦、受けていくわ。ノマド、あなたにプレゼントよ。パッケージを送ったわ。これから座標を教える。着いたら連絡して、その時に全て説明する。どうやらプレゼントがあるみたいですね。絶対ろくなものじゃないわよ。つまらないものですが、ってことですか。そうじゃなくて、ファストトラベルでここまで来たわ。なんか言ってますがこれは別のですね。資料回収しよっと。アクセスカード。なんでしょうねこれ。ボーマン、目標発見。アクセスカードも入手した。ユニダットはスケルテックの上級エンジニアを拘束してる。察しの通り、私たちが表に出したくないアメリカの企業機密を知ってるわ。そのカードで、彼が監禁されてる地下研究施設のセキュリティドアを開けられるはずよ。施設の位置は地図で確認して。あなたたちには彼を見つけ出し救出してほしいの。できる？助け出せばいいんだろ。お安い御用だ。油断はしないこと。エンジニアを確保したら連絡して。ボーマンアウト。なるほど。じゃあ早速移動するからカットね。スケルテックのエンジニアが出先でユニダットに捕まったらしい。先進技術の機密を漏らしてしまう前に確保するんだ。スケルテック、ジェイス・スケルのテクノロジー企業か。誰だ。すごい天才で、すごい金持ち。俺たちのガジェットの半分はスケルテックの設計だ。そんなに賢い金持ちがなぜ後始末に俺たちを使う。ロボットに仕事を奪われるよりはマシだろ。確かレインボーシックスにも出てくる企業らしいわ。最近サイトに何かあったって話題になりましたよね。そうらしいわね。ちゃんと見てないからわからないわ。ところで今回の難易度は何ですか。サイレントステイド作戦と同様エクストリームよ。初見エクストリームですか。しかも最近全然やってなかったからプレイング荒いかも。目標地点までちょっとカットします。着いたわね。じゃあハードを通してっと。どのくらいの大きさなんでしょうね。わからないけど慎重に行くわ。って敵、じゃない味方か。なんでそこから来たんだろ。まあそれは気にしないで行きましょう。そうね、じゃあ潜入開始。敵のモヤモヤがないですし、やっぱりエクストリームですね。そうね、ドローン回そうか。敵がどれだけいるかもわかりませんしね。ああ、ここじゃ反乱軍支援も使えないか。自力でどのあたりにいるか探すしかないですね。でもおかしいわね。敵が全然見当たらないわ。ですね。これはこれで警戒しちゃいますよね。いなさそうだし一応警戒しつつ行こうか。一体何なんだこいつは。でかいな。見張りはいるか。いない。逆に不安だ。警戒しろよ。ノマドさんたちも同じこと言ってますね。そりゃ敵の基地に誰もいなかったらそうなるわよね。ちょっと展開があるまでカットしますか。資料を見つけたわ。どんな内容のものでしょうね。写真ね。どうやら最近ユニダットがドローンを爆買いしたそうよ。だから人がいないんですかね。ああ、そうかもしれないわね。でもだとしたら相当厄介だな。おっと、やっと敵。ってあれ、どうやらもうすでに殺されてるみたいですね。そうよね、なんでだろ。誰か来てたんですかね。先に誰かが来てるらしい。気を引き締めてかかるぞ。やっと誰か来てたみたいね。運が向いてきた。科学者は気を失ってるだけだ。殺されたのはユニダットの兵士だけだぞ。なら、奴も生きてる。たく、こんなんでどうやって見つけろって。探すんだ、バカ。ちょっと急にストーリーからだったけど許してね。それにしても広いですね。ここでしっかり潜入したら楽しそうですね。敵もある程度いてくれればね。こうなっちゃうとただの探索ですもんね。また資料発見。次はどんなものでしょうね。社員証ね。そういえば最初にゲットしたカードもこんなんだっけ。これでドアを開けられるかもしれないそうですよ。わざわざ書くってことは絶対開けられるじゃん。あとそことは別にもう一個あるみたいですね。あ、ここカードリーダーある。ってことは覚醒ですね。多分さっきのカードないと開かなかったんだろうな。敵はいませんね。キングスレイヤーのみって感じですね。なんか凄そうな設計図ね。そうですね。これは何の設計図でしょう。戦闘車両らしいわね。設計図だけでもすごいかっこいいですね。ふう、結構進んできたわ。本当にすごい広いですよね。こいつを見ろ。随分な大口径だ。ビビらせたいやつでもいたのか。ビビらせたいやつってそのエンジニアかな。企業秘密持ってるらしいですし、十分ありえそうですよね。
お、また資料ね。結構な数あるんですね。今度は、ドローンのテストね。風の中でも行けるかどうかをやってたみたいですね。結構進んできたわ。お客さんだ。声を出すな。結構大きな音しましたね。この部屋ね。誰がいるんだろ。というかまだ先に潜入してた人いるんですね。てっきりもう脱出してると思ってたわ。じゃあ入ってみましょうか。ウォーカー、ここで何してる？お前がいるとは聞いてない。そりゃそうだ。俺がここにいることはあいつも知らねえ。観光か？いや、狩りだ。獲物は何だ？ダニエル・ロドリゲス・アレアーノ、スケルテックの上級エンジニアだ。こいつはアメリカ政府が表には出したくねえ企業技術にアクセスできる。で、随分と長い時間をボリビアで過ごしてるってわけだ。少なくとも休暇でいるわけじゃなさそうだ。機密をユニダットに売ってるんだ。こいつと話をするために俺はここに来た。ボーマンの任務ではユニダットから奴を救出するって話だった。ふん。一日中お前の相手をしてやってもいいが、俺の本当の狙いはボーマンだ。奴らは本性を知った上でこのクズを守ってる。こいつにその価値が。貴重な内通者だろう。本当ならなかなかまずい状況だな。だろ。クソ、奴らだ。起こせ。なんだ。黙れ。生き残りたかったら俺についてきて言う通りにしろ。気が済んだか。ウォーカーがお楽しみを残してくれた。あれ、なんでもやもや見えてるの。手なにドレグラーになってる。なんででしょうね。稼ぎどころだ。くそ、一体どこの連中なんだ。生きていたいならまずはおとなしくしてろ。さすがに偵察スキルは使えないか。まあここからが腕の見せ所ですね。そうね。でも本当に最近やってなかったからな。早速見つかっちゃいそうですね。伏せろというか奥の味方さん見えてない？気のせい。なんであの距離でバレてないんでしょうね。とりあえず目の前にいた敵倒して詰めてきたわ。あ、バレちゃいましたね。あ、エクストリームってこんな厳しかったっけ。感覚を完全に忘れちゃってますね。というかそもそもこのゲームの打ち合いが苦手なのよね。まあ見つからなければよかったんですけどね。それを言われちゃったらもう何も言えないわ。結構進んできたけど一回見つかるとこれ厳しいわね。というか味方すごい邪魔。車線かぶってきますよね。 FF ないとハイエ普通に見づらい。なんとか入り口付近まで来たけど敵多いわね。これスニーキングする方が無理ありません。進めないぞ。エンジニアを連れて脱出しよう。前に言ったことを忘れんなよ。信用してる奴には気をつけろ。お前はどうする？奴らを食い止める。一つ貸しだぞ。かなりの数だぞ。借りは作りたくない。前言ったっていつのことだろ。というかこれ実質戦闘イベントみたいなとこありますよね。そうね。でもうまいこと戦えるかな。射兵物も少ないですし、どうしましょうね。本当に邪魔。前来ないで。すごい車線かぶってきますね。倍率変えてっと。てはー、邪魔邪魔邪魔。ここで戦うのはちょっと狭すぎますかね。とりあえず突破。でも警戒が解け、危ない。外にいたのね。これで最後ですかね。よし、じゃあダニエルさんを指定地点まで連れて行こうか。でも連れてく場所教えられましたっけ。行く場所は分かってるから、とりあえずそこ目指すわ。ボーマン、目標を確保。どこに届ける？よくやったわ。問題はなかった？待て、ボーマン、カレン・ボーマンか。知り合いか？とにかく彼を隠れ家に運んで座標を送るわ。あ、やっと教えてくれたわね。じゃあ着くまでカットしますか。よし、着いたわね。そうですね。じゃあこれでミッション終わりですかね。早く聞いて。じゃあな、アミーゴ。面倒ごとには気をつけろ。ふう、
これで終わったわね。じゃあエリアを離れましょうか。そうね、でも終わらないわね。ボーマン、こちらノマド、ターゲットを届けた。お見事ね。隠れ家に置いてっていいわ。あとは引き受ける。そろそろサンタブランカカルテルの独裁からボリビア市民を解放するお仕事に戻るとするか。弾ならいつでもばらまくぜ。まだだ。ボーマンとエンジニアのことで嫌な予感がする。行くぞ。やっと終わらせて紅茶でも飲もうと思ったんだけど。そうはさせてくれませんね。じゃあ尾行してみますか。そうね。でも尾行って長くない？ってことでカット。もうドローンで尾行することにしたわ。お、ミッションが更新されましたね。無事だ。助けられたんだ。もうすぐ誰かが俺を空港まで運んで脱出させてくれる。子供たちにもパパは元気だと伝えてくれ。すぐにアウロアで会える。ねえ、あなた本気なの？何もない偏僻な島でしょ。こんなことがあって、それでもあなたはまだ自分のボスが持ってるそんな島で暮らしたいだなんて言ってるの？もちろんだ。ジェイス・スケルとスケルテックは先のことまで考えてる。うまくいくさ。もう行くよ。なるべく早く連絡する。愛してるよ。盗み聞きするか？ノマド、ドローンを使え。やってみる。アウラーはジェイス・スケルのものなのか？ニュースを見てないのか？待て、また電話だ。なんか悲しいな。ですね、家族を置いてでも働かなきゃいけないんですもんね。さて、じゃあもう片方の通話も聞こうかな。俺だ、隠れ家にいる。会って話しましょう、すぐに。使えそうな農場を知ってる。座標を送る。急いで、誰にもつけられないようにね。次はどうやらボーマンさんからみたいですね。そうみたいね。どんな話するんだろうね。ボーマンと話してた。 CIA がボリビアでスケルテックに何の用だ？わからないが、調べる価値はある。俺たちの仕事の範囲を超えてないか？ああ、だがウォーカーのせいで放っておけなくなった。ウォーカー、こちらノマド、ボーマンとエンジニアの話が聞こえた。農場で直接会うようだ。二人っきりで、警備もなしだ。あいつを信用すんなっつったろ。そうと決まったわけじゃない。何のための話し合いなのかを確かめる。その前に見せたいもんがある。飛行場の座標を送る。そこで落ち合おう。じゃあ次は別ミッションだから次回に回すわ。ではここで終わりますか。そうね、ご視聴ありがとうございました。次回の視聴もお願いします。では321